やっと来たか。佐々木忠三郎。京都見回り組がなんで竹地に協力するんや。あんたら旗本は幕府があってなんぼやろ。ふん、俺を幕府に買われとるだけのふぬけと一緒にすな。俺は幕府がなくなろうが知ったこっちゃないわ。日本始まって以来の国を二分した大喧嘩、そんなおもろい祭り邪魔されてたまるかいな。なんだと。旗本なんてつまらん身分に生まれたことを俺は何度呪ったかわからん。じゃけどお天道様は俺を見放しとらんかった。こんなええ時代に立ち会えたんやからな。戦争を始めるためだけに竹地に着いたと、そういうことか。なんや、ええとこのボンボンがどう思うたら。案外気が合いそうやな。さあ、おしゃべりはこんくらいにしとこうか。新選組切手の使い手が勢ぞろいしとるんや。楽しませてくれんとな。行くでー。本気で行くでー。さすが身風呂の精鋭どもや。せやけど、ち、大した戦力だ。ここは俺がやる。お前らは先に行け。新八。なんや新八ちゃん、ええとこ持ってく機会な。冗談言うてる場合やない。
総司、土方、お前らは斎藤を守ったれ。エラ相変わらず硬いの。ま、しゃあない、譲ったるわ。京都見回り組ごときに遅れを取るなよ長倉。斎藤、お前にはお前にしかできんことがある。頼んだで。分かった、行くぞ。死ぬなよ。